皆さんこんにちは。 JR 西日本草津駅に来ています。これから草津線に乗っていこうと思うんですけれども、2023年の4月1日ですかね。これまで草津線には抹茶色京都地域色の国鉄型車両113系117系が走ってたんですけれども、もうね引退してしまって今は走ってないということで、はい、今回は国鉄車両のいなくなった草津線に乗っていこうと思います。そんな感じでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。まあ、さっきも言った通りなんですけど、草津線これまで113系117系の国鉄車両が主に、ね、使われたんですけれども、3月31日厳密には4月1日がラストランやったみたいで、もう今は、ね、走ってないということでね、今の221系とか225系かな、向かい側止まってるんですけども、まあ、あれは都駅止まりで回送列車になった車両なんですけれども、いやしかねほんまに走ってないということで、自分は113系最後ね引退前に草津線乗ってきたんですけど、いやどんな感じなのかね、ほんまに普通やったらこれまで抹茶色のね113系とか、まあ、117系も走ってるんですが、あんまり自分は見たことなかったですね。113系は主に走ってたんですけど、いないということでね、まあ、草津線113系117系が走ってた頃はもう221系はもともと走ってたんですよね。主に草津から木深止まりの列車として走ってたわけなんですけど、これは221系なんですけど、霜取りパンタがついてるやつとついてないやつがあるんですが、これはついてないやつですね。草津駅のホーム、ここは 1,2 番乗り場にいるんですけど、全体的にはこんな感じになってます。1番線から6番線まである、すごいね大きい駅になってて、ここは滋賀県の草津市ってことでね、すごい大きな町でホテルとかマンションとかですごい栄えてます。東海道本線と草津線が発着している駅になってます。草津線折り返し11時57分発の普通通駅やってきました。車両は JR 西日本の221系です。いや113系じゃなかったですね。やっぱりこうして見てるともう引退してしまったんやなって、ね、思ってしまうんですけども、でこの221系は前なんですけどパンタグラフが2つついてるんですよね。これ霜取りパンタって言って、冬場とか河川についてる霜を、ね、取るために、まあ、ついてるということで終電用じゃないんですよね。なんでこれもともと多分草津線で走ってた221系だと思います。でこれ JR 西日本あるあるなんですけれども、種別が幕式で行き先が LED になってます。草津線柘植って表示になってます。
札駅を発車してきました。次は手原に停まるんですけど、221系なんで自動放送ついてるかなと思ったんですけど、車掌さんの肉声放送でしたね。これまあ113系とかも、まあ、当然ながら自動放送ついてないですけどね、車掌さんの肉声放送だったんで、これはちょっと意外ですね。で今車内結構混雑してるんですけど、草津線ってもうこれまで何回も乗ってきてるんですけど、草津からこっちの木生川までが、まあ、結構混雑するんですよ。木生川に結構大きい街があるんで、そこで、まあ、乗客がねたくさん下車するんで、木生川から先は車内は結構ガラガラになるんですよね。線は電化されてるんですけど、全線単線の路線になってます。景色もこんな感じで、まあ、田園風景みたいなのが広がってる感じです。でこの113系の時はこうドア上に案内表示器とかついてなかったんですけど、221系にはちゃんと装備されてます。 LED の車内案内表示器です。列車木生川に到着しました。反対側に止まっている列車も221系ですね。草津線単線なんで、この駅で列車の行き違いがあります。信楽高原鉄道と近江鉄道に乗り換えることができます。いや草津からねすごい車内混んでたんですけれども、やっぱり木生川でたくさんの乗客が下車してきましたね。海岸に止まっているのが信楽高原鉄道の車両です。昔あの JR と信楽高原鉄道で線路が繋がってたんですけどね、一応大事故が昔あったということで今は繋がってないし、直通運転とかも行われてますね。やっと座席に座ることができました。221系はあの転換クロスシートになってるんでね、あれすごい快適です。
コーナーを出ると次はテラショに泊まります。レクサス線って結構あの線形が悪いんで車内が結構揺れるんですけど、多分113系と比較すれば221系の方が揺れが結構少ないですね。まあ、一応揺れることは揺れるんですけど、これだいぶ、ね、快適になってるかなと思います。高架を過ぎるともう車内は完全にガラガラ状態です。草津線の特徴は終点の次に近づくにつれどん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 乗客が減ってくっていうところですよね。まあ、草津からはすごい結構ね人乗ってくるんですけど、それがまるで嘘のような、ね、車内空間になります。
はい、じゃあ終点の柘植に到着です。この柘植駅ではすぐにね関西本線に乗り換えることができるようになってて、もう草津線の列車がこの柘植に到着したらすぐに接続できるようになってるんですよね。もう接続時間もだいたい1分とかでわずかしかないんですけどもね。一応閑散としてる柘植駅なんですけども、この乗り換えですね、この時だけすごい賑わってる感があります。今ちょうど亀山行きの列車が発車していきます。で向こうの鴨駅ももう発車ですね。はい、じゃあ今回は、国鉄車両がいなくなった草津線をね、乗ってきました。やばいな、あの抹茶色の113系117系がいなくなったと非常にちょっとね寂しいものはあるんですけれどもね、まあ、221系に、ね、なったということで快適性はすごいね向上したかなと思います。実際乗ってて草津線って線形悪いんで車内結構揺れるんですけど、まあ、113系時とかもうすごかったんですけども、まあ、揺れるんですけどだいぶ、ね、揺れも少なくてほんまにあの快適でした。はい、今後ね活躍に、期待できるかなと思います。興味がある方はぜひ乗ってみてはいかがでしょうか。そんな感じで動画を終わりたいと思います。ありがとうございました。